前回、話していた肩甲骨が丸くなると気分が落ち込むという話の続きを今日はさせていただこうと思います。前回は肩甲骨がこう丸くなると固まってくると胸が圧迫されて息が苦しくなって気分的にこうちょっと落ち込みやすくなってしまう、なので肩甲骨を柔らかくして胸を開けるようにしましょうという話をさせていただきました。で、今日は具体的に肩甲骨を、緩める方法について紹介させていただこうと思います。でまずですね、肩甲骨の動きに関してまずチェックをします。ぐるぐるっと動かしていただいて、どの程度動くかなっていうのをまずチェックします。で僕の場合は、ちょっと今日左が動きにくいので左をちょっと試しやってみたいと思います。でまず肩前ですね、触ります。触りながら手を後ろへこうプラプラっと振っていきます。後ろへ振ると前がちょっと突っ張る感じがあったりすると思いますが、その突っ張ってるあたりを手を添えて、そのままこう軽く後ろへプラ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 振ってください。でやってるうちにこの辺の突っ張りがちょっと減ってきます。減ってくれば OK です。で続いて肘ですね、肘がですね、今度は一回伸ばしてみます。伸ばすと前もここもちょっとスーッと突っ張ると思いますので、その突っ張ってるとこう触って、そのままこう肘をプラ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 動かしてください。でやってるうちにこの肘の突っ張りが減ってくれば OK です。 OK。 で手首です。で手首は、こう外へこう向けやすさをチェックします。で手首を触ってこのままプラ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 と動かします。で手首をこう回しやすくなれば OK です。最後、肋骨です。肋骨は、ちょっと触っていただいて、こう胸式呼吸ですね、胸を膨らまして、で肋骨を動かして柔らかくしていきます。この時にこう吸った時にこの辺が突っ張るとかですね、この辺が突っ張るっていう場合は、その突っ張ってるあたりにこうちょっと手を添えていただいて、この辺に息を入れるようなつもりで呼吸をしてみてください。胸が、肋骨が広がりやすくなれば OK です。で今ので、肩と肘と、手首と肋骨ですね、これを全体的に動かして緩めたことになります。これで最後に、肩の動かしやすさをこうチェックします。さっきよりも動かしやすくなっていれば OK です。でこれをまだ反対もこっちもやっていただくことによって、胸が開きやすくなって、こういう状態で息苦しいところから胸を開くようなことができるようになります。一度試してみてください。